たりも含めまして、今日のハイライトをご覧いただきましょう。今日のハイライト、まず最初のダブルスでありますけれども、松島そら選手が田添健太選手と組んで、TT 埼玉曽根篠塚という、まあ、現在のところでは最強のダブルスでは今一番成績のいいこのダブルスなんですけれどもね。でまあ、結果的には 2-0 と、11対8という形で、まあ、TT 埼玉の曽根篠塚ペアが勝ったわけですが、このダブルスはいかがでした？技の篠塚、ボールの勢いの曽根、このペアがすごく噛み合ってですね、この勢いを止めることができないですね。ファーストシーズンのあの上田森園みたいなね、ちょっとチームは違いますけれどもね、そんな感じのダブルスの強さを見せました。さあ、第2マッチが大島と陣の対戦、これは3対1で大島が取りました。フォアハンドの強打を見れるかなというふうに予想してたんですけども、まあ出だしからですね、フォアストレートバックストレートを有効に使って、もうラリーの主導権を、大島選手が握りましたね。そうですね、特に第1ゲームは11対1でした。第2ゲーム11対5ということで完全に主導権を握って、3ゲーム目こそ11対10で陣が取ったんですけれども、第4ゲーム11対6で結局は大島が取りました。すごい状態がいいように感じますね。そうですね、さあ、そして第3マッチが、まあ、インタビューの中にもありました、張本が松平健太との対戦、まあ、昨日敗れて連勝が12で止まった、まあ、ビクトリーマッチ含めてですが12で止まったその張本が、今日はそれがやっぱり今日からまた頑張るというところが出てましたよね。そうですね、1ゲーム目の1000オールから、あそこの猛攻をしのいで、1ゲーム奪ったのが、まあ、こう流れを引き寄せた、要因かなというふうに思いますね。10点、8点、5点と、こういう形で勢いに乗った時のプレーはさすがですよね。そうですね、張本智和選手が3対0で、松平健太選手を破りました。まあ、やはりシングルス、それはね、本気を出せばワールドランキングは日本で、一番上の、5位におります張本です。さあ、そして第4マッチが水谷と相田選手のこの対戦だったわけですが、もう注目の一戦だったんですけどね、いや、これも大変な試合になりまして、2ゲームの相田選手がポンポンと取った時に、このまままた昨日の再現になるのかなと、そうですね、張本相田のねと思ったんですが、そこから水谷が11対10、11対8と2ゲーム取り返して、そして、ファイナルがこれがジュースになって12対10、それも先にマッチポイントを迎えたのは水谷だったわけですよね。この試合いかがでした？まあ、あの場面でですね、3ゲーム目で勝ちきれなかった、まあ、そして水谷選手のペースになったのに、最後また逆転して相手選手が取ったっていうのは、本当に実力が本物だという証ですね。本当ですね、そして何よりもこのビクトリーマッチ、インタビューにもありましたが、昨日3-0で敗れたその間相手に、このラインも、攻撃マン、と思わせるようなプレーでしたね、そして中盤、張本が相手をもう押し倒してそのまま行くのかと思ったんですけれども、いや、そこから間が盛り返したですが、結局は張本が勝って木下マイスター東京が TT 埼玉を3対2で破りました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。